昭和のゆるぐい、レトロソフビが大高等中。890万円もする怪獣ソフビも、マンダラケ店長に最新事情を聞いた。今、昭和のレトロ系ソフビが空前のブームになっているのをご存知だろうか。希少性の高いものは、1本100万円を優に越す超高級腕時計の代名詞であるロレックスの収集家も驚く。 高価格で取引されているという。そもそもレトロソフビとは何なのかレトロソフビとは1960年代にソフトビニール、PVC 塩化ビニールを原材料にして作ったソフビおもちゃの総称だ。当時は仮面ライダーやウルトラ怪獣、ゴジラなど特撮系のキャラクターが多数立体化されていた。 ちなみに日本で初めてソフビを商品化したのは、マルサン商店というおもちゃ会社。ウルトラマンやウルトラ Q に登場する怪獣たちを全高約24センチのスタンダードサイズでソフビ化。一体350円で販売したところ、子供たちの間で人気に火がつき、月産10万個の注文が殺到したという。つまり、 レトロソフビは古き良き昭和のレガシーおもちゃなのである。レトロ系のソフビは店頭の在庫がなくなるくらい売れていますよ。市場での取引価格も軒並み高騰している。そう話すのは漫画やフィギュアなどの買い取り、販売を行っている東京秋葉原にあるマンダラケ秋葉原ソフビ専門店マン、ま、ダラケ COCOO の藤田哲平店長だ。 コロナ前くらいから、海外のソフビファンが増えたように感じます。往年のファンの方々だけではなく、ウルトラ怪獣や特撮ヒーローのことはよくわからないけど、SNS などで見かけた昭和ソフビの緩くて丸っこいデザインや、独特のレトロ感に惚れ込んだ若い世代が購入している印象です。今はインバウンドも復活しているので、 香港などから日本のレアソフビ目当てに来店される富裕層のお客様も多い。全道キ金プリナガセレンが、ジャマ、ストーンズ森本慎太郎に、共演 NG 宣言も、仲良すぎポストに、行きすぎるファンからは感謝の声。ストーンズクイズ8。下積み時代が長かったため、デビュー前のオリジナル曲が14曲もあるというストーンズ。 キラキラしているけれど苦労人でもあるメンバーの素顔が伺えるエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。モンワン8月9日放送のラジオ番組キングプリンス・ナガセレンのラジオ GARDEN 文化放送木曜夜11時でのこと。キングプリンスのナガセレンが7月15日放送の音楽特番。 音楽の日 2023TBSK で、ストーンズとディズニーランドでコラボパフォーマンスしたことに言及。ある建物の写真を撮ろうとしたら、森本慎太郎に邪魔されたため、次にコラボするときは森本に NG 出そうかと、冗談交じりに語っていた。その建物はモンツー7月29日、都内で行われた、綾瀬はるか主演の映画、 リボルバーリリー、8月11日公開の完成報告イベントで、ジェシーは、インタビュアーから、を求められる場面があり、共演者のいたおいつじに、すごいこと言われんねんな。いじめられてるやん、と驚かれた。はなにヒントすべっても平気なジェシーには楽勝です。モンスリー、9月23日、ストーンズが自身の X。 ツイッターで、テンスシングル、こっからの MV が1億回再生を突破したことを報告。さらに、積み上げてきた今日までの日を喜び合いたいこっからも皆さんと共に、とポストしたのだが、これがキングプリンスファンから、行きすぎる、こっからも仲良くしてほしい、などの声が相次いだ。どうして答えは次のページで。 米倉良子に私、失敗しました、事態。ネットフリックス、新聞記者に三つの影、餅月磯子記者、小泉京子敏腕マネージャー。都内で10月2日に開かれたジャニーズ事務所の記者会見に集まった、300名以上の報道陣。東山則之、57、と井ノ原義彦、47、が壇上へと姿を表すや、 二人は無数のフラッシュライトにさらされた。そんな日本中が注目した記者会見の場で起きた不祥事を NHK が報じたのは10月4日のことである。ジャニーズ事務所に会見の運営を任されていたコンサルティング会社が会見で特定の記者を指名しないようにする NG リストを会場へと持ち込んでいたことが明らかに。 6人の記者やジャーナリストの名前が顔写真入りで NG リストに記載されていたのですが、そこには統一協会問題で名を挙げた鈴木英イ氏のほか、東京新聞の持月磯子記者の名前と顔写真などが掲載されていたのです。スポーツ指揮者。ジャニーズ側はリストの作成への関与を否定。運営を委託されたコンサルティング会社は、 円滑な運営準備のために作成したと NG リストの存在を認め謝罪した。もちさんはこの事態に当然怒り、憤りをあらわにしています。10月5日、X、Twitter にどんなに取り繕ったところで事務所の苦しい言い訳に見えます。それはコンサル会社が提示した通りに会見が行われ、 その場にいた井ノ原氏も東山氏も異論を挟むことなく容認していたからです。あの時反対したなど、後からいくらでも取り繕えますと切り出し、多くの問題点を指摘した上で、藤島樹ー稽子前社長と白瀬結前副社長を出席させて記者会見のやり直しを求める旨を綴りました。もちきさんのこの意見は最もですが一方で、 会見での振る舞いなどには多くの批判の声が上がりましたよね。全道1998年に中日新聞に入社して以来、社会部畑を中心に歩み続けてきた持月球児。社会部記者としては花形とも言える、東京地検特捜部の取材も担当するなど、敏腕記者として名を馳せてきた。しかし今回のジャニーズ事務所の会見では、 ルールを無視して騒いでいるようにも映ってしまい、一部の視聴者からは大きな反感を買うことに。そして、そんな彼女の行動で、立場が危うくなっているというのが米倉良子、48プだという。長年所属していたオスカープロモーションから2020年3月に独立。その年の10月に独立後初となる撮影現場として選んだ仕事が、 22年1月よりネットフリックスで配信されたドラマ、新聞記者でした。この作品は餅月勇士による同名の著書が原作で、主人公も餅月勇士がモデルになっています。19年6月に映画化された際は、政治色がつきすぎると日本人俳優が続々、オファーを断り、韓国出身のシム・ウンギョン29が演じることになりました。 全道、オーラがやばい、ビートたけし、沿道県一覧を超えた大物は ?10 から30代女子が選ぶ、ラスボス感がある芸能人、第5位以下。本サイトでは10から30代の女性100人に、ラスボス感がある芸能人、についてアンケート。トップ4は別記事で紹介したが、ここでは第5位以下のラスボス芸能人を発表しよう。 第7位3.0%は、遠藤健一、ビートたけし、小日向文雄、岸ベイ徳クが同率ランクイン。遠藤健一は、V シネマで活躍する一方、名バイプレイヤーとして話題のドラマや映画に多く出演。11月23日に公開される北信監督の最新映画、首では、織田信長の家臣、荒木村重を演じる。 オーラにラスボス感があると思う15歳、女性学生フリーター。アウトローの役とかもこなしていたから27歳、女性主婦。いい人役も多いけど怖そうだから38歳、女性パートアルバイト。ビートたけしは自身が監督を務める映画、首って、主人公の橋場秀吉を演じることが話題になっている。 たけしは2015年の西島秀俊主演映画、劇場版モズでは、西島演じる警視庁公安部のエースの最大の敵で、犯罪計画の裏で暗躍するフィクサーを熱演した。ふざけている時と黙っている時のギャップなど本物感がある37歳女性。オーラがある26歳女性パートアルバイト。 アウトローものの映画にいっぱい出ているイメージがあるから、26歳、女性、学生フリーター。役所工事、安部寛ら、ビバント俳優を圧倒したのは、10から30代女子が選ぶ、ラスボス感がある芸能人、トップ4。9月に最終回を迎えた、堺雅人主演ドラマ、ビバント、t b s 系の最終話に、ラスボス的なキャラとして、 橋しずめさおがサプライズ登場したことが話題になった。役所工事演じるのごんべきを裏切った元上司で復讐相手という役で、ネットでは、いきなりのラスボス橋しずめさお、真のラスボスは橋爪ずめさおなのか、など、衝撃の声が続出した。橋爪といえば80歳を超える大ベテランで、その存在感はラスボスにぴったりだった。 そこで今回は10から30代の女性100人にラスポス感がある芸能人について聞いてみた。第3位5.0%は役所工事と渡辺県が同率ランクイン。役所工事は冒頭でも触れたビバンでは堺井正人演じる乃木の父親で乃木が大テロ組織テントのリーダーを演じ重厚感ある存在感を放った。 役所は12月22日にトイレの清掃員を演じてカンヌ最優秀男優賞を受賞した主演映画パーフェクトデイズが公開される。俳優みんなが憧れている印象。いるだけでオーラがすごいところにラスボスっぽさを感じる31歳女性主婦。ベテラン俳優で存在感がある。ビバントフもすごかった24歳。 女性研究開発技術者。独特の雰囲気があるから24歳女性。渡辺健は、言わずと知れた世界でも活躍する日本俳優として知られる。ラストサムライ、バットマンビギンズ、伊王島からの手紙など、海外の話題作に多く出演しており、2010年公開のアメリカ、中国合作戦争映画、上海では、 米国諜報部員を付け狙う冷酷な日本人将校を演じ、ラスボス感のある悪役ぶりが反響を呼んだ。渡辺が出演したアメリカの SF アクション映画、ザ・クリエイター・創造者が、日本でが10月20日に公開されることも話題だ。オーラもあるし、何があっても慌てない感じがラスボスっぽい、32歳、女性主婦。貫禄もあり、 実際に怖そうだから、35歳、女性、事務職。悪そうな感じとか迫力がある、37歳、女性。